平成29年5月26日、今日は阿蘇市内の小中学校でスーパー給食が実施されます。現在こちらの給食センターでは調理が進んでいますが、一体どんな給食なんでしょうか。スーパー給食とは、一流料理人で組織される超人シェフクラブが食育を推進するため、10年前から全国各地の小中学校で行っているもので、食材や調理方法、予算などは普段通りという制約の中で、日本を代表するシェフたちが献立を考え調理し、子どもたちに食の大切さ、楽しさを伝えています。阿蘇市でのスーパー給食は、社会貢献プロジェクト楽天チャリティーからの寄付金も寄せられ、超人シェフクラブの会長であり、東京で和食店を営む中島貞治さんがレシピを考案。当日は阿蘇給食センターで調理にも参加し、阿蘇市内の9つの小中学校におよそ2200食のスーパー給食が届けられました。その中の一つ、阿蘇市立阿蘇小学校では、6年生の児童と中島さんとの会食や交流会が行われました。中島さんが手掛けたメニューは、豚バラ肉と高菜漬けの混ぜご飯、大豆のご汁、隠し味に味噌を加えた阿蘇特産のアスパラガスなどを使ったいろいろ野菜のトマト煮で、一流シェフの技が光る特別なメニューとなりました。昨年4月に発生した熊本地震後は、給食センターが被災し、およそ2ヶ月間はパンなどの簡易給食だった阿蘇市の子どもたちにとって、中島さんのスーパー給食は楽しい思い出になったようです。今日の給食楽しみですか？はい。何が楽しみだった？一番楽しみだったのどれ？高菜飯。楽しい。美味しい。野菜とかあんま好きじゃないけど食べやすい。これが美味しかった？ご飯とこのトマトとか入ってるのが美味しかった。中島さんとはどんなお話しました？いや、僕もお店やってるんで、ちょっと来てくださいって。お店してるの？はい、してるんです。食べ物とか、高菜ご飯とか、だから、和食系だから、あと何年だっけ、東京で勉強するなら行きます。中島さんのところに修行に、はい、行きます。今日はレシピをね、子どもたちが、ご家庭に持って帰りますけど、この後の広がりもやっぱり狙いの一つ。そうです、これを必ず続けて、明日土曜日運動会ですから、阿蘇市は日曜日、運動会とスーパー給食の話で盛り上がって、また家族で会話をしながら食事をしてたり、こういうものを全部持って行っていただくんで、ぜひその一端になればと思います。また会食後は、翌日が阿蘇小学校の運動会ということもあり、練習を重ねてきたダンスが中島さんへのお礼として披露され、さらにサプライズでくまモンも登場し、笑顔あふれるスーパー給食となりました。